ジョナサン・グレゴリー・デイビスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サクラメント郡、エルクグローブ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のニューヨーク・メッツ所属。2011年の MLB ドラフト5巡目で、タンパベイ・レイズから指名されたが、契約せずに、カリフォルニア州立大学、フラトン校へ進学した。ヒューストン・アストロズ時代2014年の、 MLB ドラフト3巡目で、ヒューストン・アストロズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A マイナス級トリシティバレーキャッツで、プロデビュー。A 級、クワッドシティリバーバンディッツでもプレーし、2球団合計で73試合に出場して打率。293、13本塁打、52打点、5盗塁を記録した。2015年は、A 級ランカスター・ジェットホークスでプレーし、 120試合に出場して打率、289、26本塁打、101打点、5盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。2016年は a 級コーパスクリスティフックスでプレーし、126試合に出場して打率、268、23本塁打、81打点、 一投類を記録した。2017年は開幕を AA 級コーパスクリスティで迎えトリプル A 級フレズのグリーズリーズに昇格した。8月5日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。メジャーデビューとなった同日のトロントブルージェイズ戦にて8番三ンルで先発出場すると5回裏にマルコエストラーダからメジャー初安打を放った。 この年メジャーでは24試合に出場して打率、226、4本塁打、7打点、1盗塁を記録した。また、投手としても2試合に登板しており、いずれも無失点だった。2018年7月23日の、ロサンゼルス・エンゼルス戦において13から5と、大量ビハインドの8回裏にこの年の初登板。先頭打者に、いきなり本塁打を打たれるも、 後続を立ち、1イニングを1安打1失点1、三振に抑えた。この年は42試合に出場して打率、175、1本塁打、5打点を記録した。2019年1月6日に、ロスアドルフ、ルイス・サンタナ、スコット・マネアとのトレードで、コディボ・ハネックと共に、ニューヨーク・メッツへ移籍した。ありがとうございます。